大納都作は岩手県森岡市内にあり、エゾフ州の長を名乗った安倍氏の勢力範囲最北の古代城作である。栗屋川作と連立した作りと考えられ、安倍氏の重要拠点であった。森岡市安倍立町の安倍館遺跡が議定地とされていたが、現在残っている遺構は中世駆動士の栗屋川城跡と考えられている。大納都作は、 平安時代中期の11世紀前半に奥六軍にあった安倍頼時が起こし、その後次男安倍貞党が拠点とした。栗屋川策と共に一連の策を形成したと考えられている。前9年の約最終盤の1062年に栗屋川策と共に陥落した。王などの読みは現在まで地名が連なっていないため明確ではなく、いずれの読み方にも根拠はないが、 一般的に、うばとと表されることが多い。実践的な作としての、リア川作に対し、安倍氏の女性が生活していた館だとすれば、老婆を表す、うばとまたは娘を表す、おばこと読むのが適当か。現在も残っている地名で、森岡市上道を、上道と読み、上わの作と見る向きもある。また、道県滝沢市、うば屋敷に、 安倍氏が逃げ延びたという伝承のあることから、この地であるという説もある。近年の研究では、岩修山東林寺や八幡立山遺跡を議定地とする見解もある。森岡市教育委員会による、同志、栗谷川地域における2018年までの発掘調査の成果では、同志西青山三丁目の境橋、遺跡、大館町、 稲荷町にまたがる稲荷町遺跡や大新町遺跡、大立町遺跡、小屋塚遺跡、全9年1丁目の宿殿遺跡、上道4丁目の上道頭遺跡などから、安倍氏時代にあたる10世紀末 -11 世紀、中頃の弾きなどの遺物や、縦穴住居や掘ったて柱建物などの遺構が、検出されている。また西や大山目の赤遺跡では、 同時期の単野遺構やハジキ生産遺構などが見つかっていることから森岡市教育委員会は上記の書遺跡の分布範囲内にクリア川柵、オーナート柵が存在したことはほぼ確実であろうとしている。ありがとうございます。